いえいえ、だからブスだからこそ仕事頑張ろうとかなってる人もおるからな。ブスなバリキャリって結構おる。素晴らしいことよ。例えばなんやけど、美人がバリキャリやろうとすると、絶対枕とか言われるやん。まあそうよな。あいつが昇進したのは課長とネタからだみたいな言われるやろ。でもその点ブスはいいよ。ブスやけん。もう枕なんてしてません。実力で上がってきましたって。それが顔に書いてあるからな。ブスってだけで。だからバリキャリやっていくにはブスは有利まである。なんか、うわ、あいつ頑張ってるなーで終わる。そう、枕とか言われへん。顔に書いてある。枕をしてないと。 そうなんですよ。そう、死語出来のブス、いいですよね。だから、ブスの方が、ほんまにやっていくんだったら仕事は、まあ、いいとこもある。そう,そうそうそう。そうだから、顔が異性で、接待とかに連れて行かれて、しょうもないおっさんの相手せなあかんやん、美人は。けど、ブスはもう一生仕事だけしよったらいいからな。いや、何々さんは仕事ができるね。顔は。仕事はできるね。みたいな感じで、一生仕事だけやらせてくれるよ。よしてない、できない、やかましい。そう,そうそう、おそ、お酌しろとか言われるやん。でも、その点ブスはいいよ。端っこで好きなだけさ、自分だけなんか鳥皮とか一生食いよっても何も言われんけんな。<laughs> うめえ、会社の金で食う肉うめえとか言いながら、鳥皮だけ食って、うお疲れとかで帰っても別に誰も言わん。ただ美人やったら、ほら、誰々さんのお借りしてあげてとか言って、ああとか言って、いや、何々さ今日も可愛いねとか言って、あとか、な、無料でさ、キャバ嬢みたいなことしてなあかんのよな。その点ブスは、仕事上は、やっぱりメリットある。いや、でもブスはやっぱやむ時って絶対あるよ,よって、特に若い時ほどな。 じゃあでも、じゃあもう、バリキャリで、お金稼げるようになってみそしたら、ちょっと顔のいい、稼ぐ能力のない男を買えるようになんねん。だからブスは結局、逆転ができるねん。最初の方は、若く美しい女に、どうしても負けるけど、でも稼ぐようになって、後々ブスは、イケメンな男、ちょっと稼ぐ能力とかないかもしれんけど、そういう男を、買うことができる、解消ができんねんな。で、ブス、ブスの男はどうしたらええんや。輪廻転生を待つ整形をするぐらいですかね。<laughs>